こんな番組どうですか。よーい、どうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか。さあ始まりました RBC こんな番組どうですか、はい、ここからのお相手は立命館大学放送局2回生の大久保優斗、同じく2回生のソーレイナと、同じく2回生の近藤サンタです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ元気いっぱいなこの3人で送っていく番組なんですが、はい、どうですか。一体どんな番組なのか近藤さんよろしくお願いします。はい、まあ、我々立命館大学放送局がですね、はい、この衣笠キャンパスで4月から、レギュラー番組を放送するんですが、その3つの番組、月曜日金曜日水曜日と、月曜日水曜日金曜日とありますので、まあ、その番組について我々3人が代表者となって紹介してですね、その魅力を多くの人に知ってもらおうという番組ということになっております。さあ、まあ番宣の番組ということになっているんですが、うん、ね、はい、まあ、皆さんは視聴者の皆さんは一体どんな番組があるかということをご存知じゃないですよね、うん、まあ、確かに。さあ月曜水曜金曜一体どのような番組なのかちょっと軽い説明をお願いします。まず月曜日は情報バラエティ番組となっています。これはテレビの番組ですね、はい、映像番組となっています、うん、映像番組。そして2つ目ね、2つ目は水曜日の音楽情報番組、はい、こちらラジオとなっています、はい、そして3つ目が金曜日の情報バラエティ番組、うん、こちらもラジオ、あ、合ってますね、ラジオですよ、なってますね、ラジオ番組です、はい、映像とテレビ1本とラジオが2本ありますね、うん、はい、というふうにですね、まあ、3つスタジオがありまして、はい、映像、ラジオ、ラジオというふうになっているんですが、それぞれでね、あの特徴があるんですよね。そうですね。それをこれから1分間でプレゼンをやっていただきまして、皆さんにその特徴を知っていただいて、で4月から始まる番組楽しんでいただければと思っております。そういうことです。はい、さあそうなんですが、はい、まあ、これから3人がプレゼンしていくんですが、一体誰から始めましょうか。いや、どうしましょうかね。どうしましょう。でもみんな準備万端ですもんね、大丈夫ですよ、いつ行っても大丈夫ですけど、バレディファーストでしょう。さあ、そうさん、よろしくお願いいたします、じゃあ私が行ってきます、はい、水曜スタジオから、トップバッターを務めていただきたいと思います。音楽番組ということですからね、どういった番組なのか詳しく説明していただければなというふうに思います。さあそれでは行きましょう、はい、水曜スタジオ総さんのプレゼンです。プレゼンスタート。皆さんは音楽、ミュージック、いろんな曲を聴いてどういった感情がしますか。嬉しくなったり楽しくなったり、時には切なくなったりすることもあるでしょう。この衣笠の水曜日音楽情報番組ミュージックジャムは、衣笠の2つのスタジオよりも伝統があり歴史が長い番組となっています。皆さんが聴く音楽というものは皆さんが好きな曲が多いんじゃないでしょうか。このミュージックジャムはいろんな曲を流し、皆さんが知らない幅広い音楽、そしてそれにまつわる音楽の情報をお届けしようと思っています。ミュージックジャム衣笠水曜日のお昼30分間です。どうぞ皆さん見てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました、ソウさん。はい、なるほどね、はい、水曜スタジオ音楽情報ラジオということでプレゼンしていただきました、ね、ミュージックジャム、さあじゃあここからはですね、水曜スタジオの詳しい説明なんかをお願いいたします。はい、ミュージックジャム、先ほども言ったように音楽情報ラジオ番組となっております、はいはい、音楽の30分間ですね、で音楽をただかけるだけではなく、はい、その音楽にまつわる情報、エピソードだったりね、なるほど、一緒にね、紹介していきたいと思っています。いいですね、ただ音楽を聴くだけではなく、豆知識など増えていくから、もしかしたらね、知ってるその曲っていうのもエピソードを聴くことによってまた聴き方が違うかもしれない。そうですね、深い情報を知ることでね、より愛着というかね、湧きますよね、音楽に対してね、そして、一押しなのがこれ見えますかね。何でしょうね、立命音楽事情も聞けちゃうかもということで、
これね、はい、立命の中にいろんな、はい、まあ、音楽を放っている団体さんがいるじゃないですか。ありますね、軽音楽部ですとか。そうそうそう、はい、その方たちにお話を聞いたり、あ、そう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 、で曲を流していただいたりっていうのもしちゃうかなと思っています。もう立命館大学の今の音楽状況が分かるっていうことですね。アンケートを取って、今、立命生がどんな音楽に興味があるのかっていうのも、じゃあ、うん、聴きたい曲をリクエストしてかけてくれたりとかもあるんですか？あります。なるほど。なのでどんどんね、いいですね、送ってきていただければと思います。いいじゃないですか。いいですね、はい、さあそんなわけで水曜スタジオの総さんでした、はい、ありがとうございます。さあでは続いてのスタジオに移りましょうか、うん、残り月曜と金曜日が残ってますが、うん、どうしますか？ここは僕が行きましょう。よろしくお願いします、じゃあ近藤さん、じゃあ行きますか。金曜日の、はい、行きましょう。よろしくお願いいたします。さあ先ほどは、音楽番組だったわけですが、うん、今度は情報バラエティ番組です。今度はラジオつながりですね、それでは早速参りましょう。プレゼンスタート。週の終わり金曜日、まあ1週間いろんなね授業を受けてきたり、いろんな活動をしてきて、まあ、疲れたなというふうに思っている頃だと思いますけれども、そんな金曜日のお昼休みに、まあ、ご飯を食べながら、そのご飯の香辛料となるような、スパイスとなるような情報をお届けする番組、それが金曜日のスタジオ、フライデースパイスという番組でございます。まあ、様々な団体さんを呼んでお話をしたり、まあ、いろいろな情報、立命館のニュースとか、いろんな時事ニュースであったりとか、あるいは金曜日のお昼ご飯、どういったご飯を食べようかなとか、週末どんなところに行こうかなとか、もう幅広くいろいろな情報をお届けしていきたいというふうに思っておりますけれども、そんな番組を、まあ、校内で、聞こうかなというふうに思っているんですが、まあそれでも、まあ、聞けない時もありますので、ニコ生で配信してどこでも聞けるというところもこの番組の魅力でございますので、ぜひ皆さんいろんなところで聞いていただきたいと思います。金曜フライデースパイス、ぜひ聞いてください。はい、近藤さんありがとうございました。いや、さすがですね。いや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 、めっちゃ堂々とね。いや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 、1分じゃ喋りきれませんでしたね。ちょっとね、オーバーしましたけどね。はい、はい、それじゃあここからは、フライデースパイスですかね。フライデースパイスということで、はい、まあこの言いましたけど、週の終わりの昼休みにね、スパイスのある情報を、さまざまなこうね、刺激的な情報をね、お送りしていきたいなということで、フライデースパイスということになっておりますけれども、まあ、いろんなゲストの方、団体さんにねお越しいただいて、その団体さんの魅力とかを伝えることができたらなということで、まあ、本当に、あんまりこんなサークルとかこんなクラブがあったんだっていうところにも来ていただきたいなというふうに思っております。たくさんのねありますからね、クラブサークルが、まあ、そういった方に来ていただきたいなとか、まあ、週末お出かけスポットの情報をねお届けしようとかね。ありがたいですよね。京都ですからね、いろんな観光地ありますもんね。ありますから、せっかくなんでね、いろんなところに行ってほしいというふうに思いますよね。で、あと最後ね、私近藤さんとのお昼ご飯を紹介という。近藤くんのお昼ご飯ですか？まあまあまあ、僕は本当にですね、まあ、学食だけじゃなくて、いろんな、まあ、いろいろ出来たてとかね、ありますね、ロッソとか、そういうところいっぱいありますので、はい、そういった、まあ、お昼ご飯こういうのがあるよとかっていうのを僕が紹介していこうかなということで、まあ、本当に盛りだくさんでねお送りして、そしてニコ生でも聞けるので、どこでも聞くことができますので、それいいですよね、はい、なかなかない、そういった番組でございます、はい、ぜひ多くの方に聞いていただきたいと思います、うん、さあ金曜日スタジオの近藤さんでした、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ最後ですね、はい、水曜金曜と来て、はい、最後月曜日、水曜行きますか、私行きましょう、はい、では準備しますので、はい、その間よろしくお願いします、はい、月曜唯一のね映像番組ということですから、そうですね、まあまあ彼がどんなね、うん、内容を話してくれるかということになっております、はい、では参りましょう、はい、月曜スタジオのプレゼンスタート。皆さんは月曜日と聞いて何を連想しますでしょうか。やはり月曜日、週の初めということで、
何やら学校に行ったりですとか、そういった憂鬱な気分になったりしませんか？そういった時はですね、こちら月曜からハッピー月日情報バラエティ、この番組を見ていただきまして、憂鬱な気分を吹き飛ばしていきたい、いただきたいと思います。この番組はですね、情報バラエティということで、皆さん立命館大学に溢れている情報、このたくさんの情報を皆さんにお伝えしたいと思います。文字ではわからない、ポスターではわからない、そういった情報を皆さんに映像でダイレクトにあなたの目に、視聴者の目に伝えていきます。月曜からハッピー情報バラエティ月日、こちらお昼の12時20分から30分番組で行います。ぜひいろいろなところでご覧ください。月曜からハッピー月日。いやー、ゲッピー、ありがとうございました。よかったですね。ゲッピーってね、言いたくなりますね。ゲッピー、ありがとうございます、言いやすいですね。そうですね、素敵な番組みたいな感じでしたけど、はい、じゃあちょっとね、詳しくお願いします、うん、はい、そうですね、ゲッピーということで、こちら詳しい説明をしたいんですが、ね、このイラストなんですけど、うん、公式キャラクターのゲップくんですね。ゲップくん、こちらになります。ゲップくん、ゲップくん、はい、彼と一緒に番組を進めていきたいと思います。皆さんもね、月曜の昼にはゲップくんを見にぜひ来てください。よろしくお願いします、ね、はい、さあということなんですが、うん、月曜日一体どんな番組なのかと言いますと、うん、まあ、情報バラエティということでですね、団体紹介でしたり、はい、そこで、まあ、団体紹介でしたら、水曜日も金曜日もあるんですが、こちらはですね、ミニゲームなどを交えて、団体さんの素の素顔、素の素顔じゃないですね、素顔に素顔をやっていきたいと思います、ね、うん、他にもですね、衣笠キャンパスを出て他のキャンパスの建物の情報だったり、他にも、ですね、何でしたっけ、まあ、なんか少々お待ちください。空き駒とかを使ってね、空き駒をですね、うん、どのように活用するかということの紹介でしたり、はい、体操ですとか、あと体操コーナーですね、そちらですとか、はい、あと月日インフォメーションといって、インフォメーション、まあ、立命館大学、スポーツですとか、まあそうですね、文化ですとか非常に強いんですよね、うん、そちらの報道番組をやっていきたいと思います。なるほどね、映像ですから、まあ、その映像で見せてくれるっていうのがやっぱ強みですよね、はい、月曜スタジオね。そうなんですよね、うん、もうダイレクトに目に伝わってくるんですよね、はいはい、音だけではわからないことを伝えられるのがね、うん、私たちゲッピーの強みじゃないかと思っております。やっぱゲッピーってネーミングが僕好きですもんね。耳に来ますよね。耳にも来ます、はい、さあそのような感じで、はい、ここまで3つの、うん、スタジオのプレゼンを行ってきましたが、うん、はい、いかがでしたか、近藤さん。いや、もうそれぞれの魅力があって、レギュラー番組の月水金どれも楽しみだなというふうに思いましたけれども、うん、ただ RBC はそれだけやっているわけじゃないんですよね。そうなんですよ、ね、まずね、うん、この後に立道線の中継番組を RBC がやろうかなと思ってます、まあ、立道線というと、はい、立道線というと、うん、立命館大学の硬式野球部の立命館大学対同志社大学の、はい、そうですね、リーグの最終節に行われる、ね、ね、試合となっていて、非常に長い歴史があるんですよね。そう、すごい伝統ある試合となっているんですけども、その試合を私たちアルミシが中継していこうと、うん、これいつ行われるんですか。これはですね、5月の21日から5月の21日から22日、23日、なるほど、はい、からやりますので、ぜひね、見ていただきたいと思うんですけど。そうですね、見どころとかどういうところにあるんですかね。そうですね、やっぱり普通の野球の中継番組と似せた感じ、まあまあ、やっぱりプロで普通にテレビで放送してるような感じでね、やっていきますし、我々アナウンサーが実況をして、でまた解説の方に来ていただいて、実際にこうその場面を実況していくというね、観客席も行ってね、うん、インタビューもしていきたいと思ってます。やっぱり、ね、全体でこう盛り上げていこうという感じですから、立道線をね、そうですね、まあ、そういう感じで我々も放送していくということですね、はい、こちらどこで見れるんですか。これはですね、ユーストリームとニコニコ生放送2つで見れるということなんで、なるほど、ぜひね、ユ
ちらでもいいので見ていただきたいなと思います。そうですね、はい、5月の21日から23日は、うん、ユーストリームもしくはニコニコ生放送ね、放送で、ぜひ同志社大学対立命館大学の伝統の一戦、うん、立党戦を見ていただきたいと思います。はい、そして、まあ、レギュラー番組ね3つありますから、はいすねはい、そちらも毎週楽しみにしていただければなというふうに思っております。さあここまでお送りしてきました。皆さんもぜひ立命館大学に来た際、授業の際はお昼ぜひ放送をお楽しみください。はい、はい、それではまたどこかでお会いしましょう。バイバイ。